こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、以前に改造した、めちゃくちゃ速くなる改造したこちらの E6K 小町、これを使ってフラレールをミニ四駆化していきたいと思います。プラレールなんでプラ四駆ミニ四駆、プラ四駆、こちら E5K はやぶさ、これもね同じ改造をしてみました。なので両方ともめちゃめちゃ速いプラレールになってます。もうまともにねプラレールのレールは走れないレベルの速さになってるので、ミニ四駆を超える速いプラレールを作ってみたいと思います。で、なんでこのプラレール2つを速い改造にしたかと言いますと、やっぱこれミニ四駆って 4WD じゃないですか。4つとも全部タイヤが回るという、プラレールってね後ろだけなんで、2WD なんですよ。なので、2つ合わせて、4WD ですよね。タイヤっていうか車輪は8個あるけど一応4つもあるんで、4WD かなみたいな。とあと私の持っているミニ四駆のサーキットって、ね、中央にこう穴が開いてるやつなんで、多分これだけだとねちゃんと走らないんですよね。穴開いてる部分で空転しちゃうんで、それもあって2つをねこう合わせて走らせてみようかなと。今日は改造動画になります。本当に、こんな感じになるのかどうかですね。で、一応パーツはねいろいろ買ってきたんですよ。こういったファーストトライパーツセット、一応一通り入っているパーツセットと、マルチ補強プレートセット、こういうやつですね。こんなのとか、あとねプラレールにちょっと多分穴開けないとできないかなと思ったんで、こういうドリルっていうんですかね、ピンバイスドリル派セットっていうのを買ってきました。近くのエディオンで購入したんですけど1760円しました。これは高かったです。ということでね、なんとかミニ四駆に勝てる、もしくはいい勝負できる速いプラレールを作りたいと思います。で、サイズ的にはね、結構ね近いんですよ。うまくこうやってひっつけれたら大きさ的にはいけると思うんですけどね。どうしたらいいんでしょうね。これはできるだけあまりむちゃくちゃな改造したくないんですよ。できれば普通にも走らせられるような感じでね、もう簡単にこうちょっとした改造で取り付けられるようにしたいんで、かなりダラダラのっていうかそういう動画になるとは思うんですけど、ご了承ください。本当にどうなるか全くわからないんで。これが後ろつけるやつ、こっちの方がいいのかな。これをここにつけたいと思います。これだったらギリギリいけそうな気がします。これやね、フロントはもうこれやねこれつけた方が似合いそうっすよね。フロントはもう これにします。これがねちょうどいい感じで穴開けれそうなんですよ。よし、やってみよう。いけるかどうかわかんないけど、これでねとりあえず穴開けてみたいと思います。多分同じぐらいの太さだと思うんで、とりあえずこれでね開けてみます。じゃあこれでプラレールに穴開けるの初めてだからちょっと怖い。もうちょっとだけ、貫通しちゃった。はい、じゃあ次はこちら開けます。穴開いちゃった。はい、ということでとりあえずここ穴開けました。なんでこんな改造って楽しいんやろうね。よし、じゃあとりあえず前はこれで、でこれは黒だから見えん黒だから見えないからもう直接行こう直接行っちゃおう。よし、これで、よし、
はい、後ろもつきました。とりあえず、まあ、こんな感じにはなったので、あ、ちょっと歪んでますね、これ。あ、こっちがちょっと高くなっちゃってますね、こう。こっち上がっちゃってる。こういうとよくわかるんですけど、ちょっとこう斜めになっちゃってますけど、仕方ないですね、これは。ちょっと補強だけ欲しいですね。ここにちょっと補強をね、入れようかなと思います。ギアありますもんね。ここの補強はやばい。ここにちょっと補強のプレートつけときたいと思います。はい、これで完成ですかね。うん、多分これで補強というかね、ちゃんとつけれたと思います。じゃあこれでとりあえずね、まずはね、ちょっとロースピードでね。大丈夫ですね。なんか変な音は特にないですね。ここで走らせてみます。大丈夫やね。おお早いっすよ。じゃあハイスピードにもしてみて、もうプラレールじゃないこれは。じゃああとはこのローラーっすね、これをつけていきます。あだいぶそれっぽくなってきましたね、これ。はいはい、できました。前側のローラーをつけると、まあこんな感じですごいかっこいい。でちょっとこれね、失敗してるみたいなんで、このね、筒入れるみたいですね、こういうやつ。はい、後ろもね、ちょっとこれ入れました。まあこんな感じで、うわこれはミニ四駆だ、ほぼミニ四駆だ。とりあえずはできましたね、これ。ちょっとじっくり見ていきましょうか。で正面はこんな感じで、横ね、こんな感じになります。で、後ろはこうで、まあこうですね。こっちから見たら小町で、こっちから見るとはやぶさというね。で、上から見るとまあこんな感じで、で、下はこうなってます。ちょっとね、ここが斜めになっちゃったっていうのあるんですけど、ちょっと悔しいかな。ちょっと悔しいけど、まあいい感じにはできたんじゃないでしょうか。ということで、まあとりあえずこれ、あのモーターはまだノーマルモーターなんですよ。ゆくゆくは速いモーターにしようとは思うんですけど、とりあえずこれでちゃんとね、ミニ四駆のコースが走るのかどうかだけね、ちょっと確認したいと思います。はい。もう、走らせられず、何言ってんだ。